はい、ということでですね、ちょっと今回はドライビングスクールシムなんですけども、格闘家のですね、朝倉未来さんが、フェラーリを買ったと、いうことで、まあ、僕ちょっと今日ですね、ヤフーニュースを見てたんですよ。じゃあ、朝倉未来さんが、フェラーリを購入っていうですね、記事がありまして、お、フェラーリかと思って、どれ買ったんやろうと思ったんですよね。で、見てみると、なんと、F8 トリブートということでですね、僕、フェラーリの中で一番かっこいいと思ってるのは、458でもなく、ピスタでもなく、FXXK でもなく、F8 トリブートなんですよ。これがね、ずっとかっこいいなと思ってたんですよ。で、まあ、ドライビングスクールシムには、それがですね、収録されてるんですけど、まあ、結構値段が高いので、まあ、なかなか買えずに置いてたんですけど、今回ちょっとこれ、あ、すごいタイミングやと思って、モスクワのですね、レベル1をもうヘビロテしまして、今18万1200コイン、お金を貯めました。とりあえず買ってみましょう。こちらのスーパーカー押すとですね、もう一番先頭におります。スーパーカーの先頭におります。さあ買います。ポチッ。はい、ということで納車されました。まあ今回、まあホイールとかはこのまんまでいいですかね。ちょっとまあカスタマイズできますけど、まあどうせやったらですね、ボディカラーはこの白で合わせていきましょうか。ホイール何色やったんやろ。ちょっと前からの写真しか見てないんで、ホイール何色なんかな、ちょっと見てくるか。はい、やはりですね、もうちょっと前からの写真しかないみたいなので、ホイールはですね、まあこのままにしとくか。じゃあ乗ってみましょう。ペルーにするか。ペルーにしちゃいますか、ペルー。さあ、おお、すごいアイドリング音です。すごいアイドリング音だ。これはすごいぞ。ちょっと吹かしてみましょうか。おお、すごい音しております。これがフェラーリのサウンドです。もう一回エンジンかけてみますね。いきます。さあ、ではですね、見ていきましょう。おお、なんか出てますよ、なんか。まず、ブレーキランプ。あー、いいですね。はいはいはい、ブレーキランプいいですね。そして、テール。はい、テールこんな感じですね。あー、いいですね。おいおいおい、おい。で、ウィンカー。どこが光ってんの、これ。すごいですね。なんか独特な光り方しておりますね。そしてバックライト。あ、バックライトはこの下の方にあるんですね。はいはいはい。ではですね、フロント行きまして、ヘッドライト、はい。ヘッドライトはこんな感じですね。二灯式ですね。二灯式になってますね。そして、ウィンカーですね。ウィンカー。あ、なるほど、そこか。おー、いいね。いやー、いいですね、これ。めっちゃかっこよくないですか。もう僕、フェラーリの中ではもう断然これが、ダントツで、一番ですね、これ。ダントツ1位ですね。これが一番かっこいいな。ではですね、内装見ていきましょうか。これちょっと可動域がですね、ちょっと少ないんですけど、ですね、メーターランプ。こんな感じです。ちゃんと光ってますね。さあ、では、運転してみましょう。まあもちろんですね、スポーツプラスでいきますよ。おーおーおー、すごいですね。おーおーおいおい、うわすごい。あ、ちょっと待って、これあれやな、他の方々消してましたね。まあいっか。いや、ちょっと他の方々出してきます。お、ちょっとなんか夜の雨になってしまいましたね。まあいっか。じゃあちょっとワイパーつけながら、いきますよ。あ、前からトラック来ております。怖い。なんか雷も鳴ってますね、雷。あ、プリウスです。ちょっとですね、道があまりわからないんですけども、雷すごいな。うえー、なになになに、ちょっとめっちゃ滑った今。
今滑りましたね、めっちゃ。おお、何これ、どうしたどうした、雨やから滑ってんのかな。雨やから滑ってるとかそういうのあるんですかね。あー、ぶつかられました、最悪です。おお、やばい、なにこれ、なにこれ、めっちゃ滑りますね。 FR かな。うわうわすごい、うわ落ちてた、何、なんか落ちてたよえ、これ落ちんの、え、なんで落ちた今の、びっくりした、ひっくり返したら落ちましたね、びっくりしたな。さあここはですね、ちょっと飛ばせるゾーンですね、飛ばせるゾーン、 こっち行ったら落ちますからね、これほら、いやーって落ちるんですよ。さあ、じゃあちょっとですね、なんか峠コースあるんでそっち行きましょうか。さあやってまいりました、峠コースでございます。ほら始まってますよ、峠が。さあ峠行きましょうか、峠。うわ、いきなり、これどっち行きます、ちょっと待てよ、これ選択肢ですね、左行くか右行くかみたいな。ちょっとみんな左行ってるから左行ってみるか。よしよし、怖い怖いよ怖いよ、よし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 、これはですね、2車線道路じゃないですから、うん、対向で抜いてる感じですね、対向で。まあ対向来てないんで大丈夫ですね、問題はない、全然問題はない、対向来ないんですよ、全然問題はない。早いですね、あ、結構早いですね、普通に早いよ。これ上りですからね、ほら上りでこの加速してるっていうことは、これも六甲山とか走ったらもう最高。あ、危ない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 、事故は免れました、事故は免れております。お、前になんかバンが出てきましたね、バンが。ちょっとこのバン腹立つちょっと当たらなかったですね、ちょっと今のバン腹立ったんですけど。あ、見てくださいこれ、トレーラーヘッド部分だけですね。あ、またいてます。またいてます。これはちょっと、うらっ、あれ、何これ止まった、何これ。おーおお、大丈夫か。はい、さっきの人はですね、もう、ご臨終です。ご臨終、ご臨終様。ご臨終様でございます。いやー、早いね。ちょっとでも、あーっと危ない、事故を免れました。あーっと危ない、事故を免れております。事故は免れた、事故は免れました、危ない危ない危ない、事故は免れました。さあ、この車がですね、何かと言いますと、これはですね、何やこれ、何やねん、この車何や、この車何やねん。さあ行きましょう。ちょっとブレーキのところであんまりギューって踏むとですね、リアが滑る感じがありますね。だからまあブレーキ踏むときはちょっとこうちょっちょっちょっていう感じで数回に分けてですねブレーキ踏んだ方がいいのかなと思われました。ほんまにこれ対向いないですね。おー、なんかすごい曲がり方してるの、なんかガッ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 ガって曲がってましたね今。今の曲がり方はすごい。あ、プリウスです。これプリウスはこれなんか黄緑だけですからね、他の色、車は結構色が違ってたりするんですけど、
なぜかプリウスは黄緑だけっていう、なんか一番日本でも見えひん色なんですけどね、黄緑なんか。なんか普通に白とかにしてほしいんですけど、なぜか黄緑ですね。キャッチ悪いな、ほんま。キャッチ悪い。あ、なんか、タコ飛んでた、今。今なんかタコみたいなの飛んでました。キャッチ悪いタコ飛んでましたね、今。危ない！いや、これ結構ほんまどこまで続いてるんですかね。すごいっすよね。すごいっすよね。まぁ、ちょっと、後ろからも見てみますか。まあ後ろから見るとですね、こんな感じで運転しております。で、こうちょっとガーッと飛ばして、危ない！あ、これは事故だ！これは大事故です！これは大事故食らっております。これはもう草もですね、草の間も走ってますからね。大事故、大事故、大事故。ほら、ほら。ほら、もう大事故よ。なんかやっぱタコ飛んでますね、タコ。タコ飛んでるわ。飛行機か。飛行機のラジコンですね。さあ、今ちょっとですね、大事故食らったんですけど、まあそういう面白い、あ、まあ例えばですね、もうここからもうこうやってこう飛ぶとかもありですよ。ほら、もう空を見ながら落ちていくとかですね、こういうのもあります。こういう感じで、ほら、例えば、あー、すごいすごい横に滑っております。こういう感じですね。ほら、もう大事故食らっております。あー、すごい滑るのこれ。うわ、すごいですね。回ってましたね、今。うおー、やばい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 。制御不能です。制御不能なことに陥っております。これは大変だ。朝倉未来さんが暴走しております。暴走フェラーリです。はい、ということでですね、フェラーリ F8 トリブートいかがだったでしょうか。まあ、今回ですね、ちょっとかなり暴走いたしましたけども、結構ですね、楽しかったです。はい、ということでよろしくお願いいたします。